安すぎて、さっきね栄で用があったんですけど、早く終わったのでちょっと劇場に寄ってるちょっと劇場に寄ってる。一旦の休憩場所に行きとしてここにやってまいりました。ちょっとした休憩場所としてここにやってきた。今日は今年最後の劇場公演です。ほんと劇場なんかね、普通に荷物を置きたくて、マネージャーさんに誰か劇場のスタッフさんいますかって、お昼ご飯とかも何も持ってこなくて、マック買えばよかった。ジェルソンサイダー友達にもらったんですよ。飲もうと思って持ってきたけど、リハ終わってから飲もうと思ったけど、今飲みたくて飲む。スガラもご飯買ってくればよかったです。ご飯買ってチェソンサイダー、なんかねスプラウト合ってる、スプラウトみたいな全然スガラってさ、なんか名前出てこない、スプライトみたいな、似てる味。似てる、チェソンサイダーってスプライト。三ツ矢サイダーよりはスプラウトじゃないの、スプライトライトか、スプライト。なんでチルソンサイダー手元にないなって思った人はスプライトを飲むといいと思います。なんかさ、食べ物も入ってるかなって思ってさ、バッグ漁ってみたけどさ、全然ない、全然なかった。充電器だった。本当に食べ物とか入ってないから、戦うマヌカハニーしか出てこなかった。これしか出てこなかったです。これ食べたところで、やめよう、無駄なもの摂取するの。チルソンサイダーはまた別だけど、ははは、みんなお昼食べるよね。そりゃそうだよ、お昼食べて。全然集合早くないよ。スガラが栄で、ヨウが用事が早く終わったのでただいるだけ。誰もいない。はい、これです。用事が早く終わったので劇場で休憩してる。はい、これです。マヤ見れてラッキー、よかった、見てくれて、スカラも見てもらえてラッキーだよ。
キーだよ。うん、今日公園行きます、待ってます。サンタさん来たかな、いや来なかったんだけど、サンタさんいなかったんだけど、結構なんかアグのブーツ欲しいなって、アグの耳イヤーマフ欲しいなって思ってたんだけど来なかった。サンタさんに願ったのに、ダメやん、いなかった、意思疎通できなかったっぽい。テレパシー、テレパシー送ったんだけど無理っぽかった。トレードでも無理なんですか。来てほしかったです、サンタ。てか今日27日だよ、怖ない、あと4日で今年が終わるんだけど、なんか今年終わる感じがしなくてびっくり。え、てかネイルさ見て、なんかこの指だけ変わってないの、え、おもろない？まあいっか、なんかあんま分かんないしこれで劇場出ちゃいそう、ちゃんと持ってきたけど。サンタさん結構待ってたのに、そうだね、今年はもう劇場納めですね。ほんと忘れ物とかしない限りはもう今年は劇場来ないので、うん、時間なくて帰るの取れなかっただけ。なんで、すごいチェルソンサイダーの炭酸の音が聞こえる。聞こえ、聞こえる？ね、言ってるよね。音が聞こえてきました。チルソンさんの。チルソンさんの音が聞こえました。え、てか前髪やっぱちょっと短く切りすぎたかも。切る横毛も綺麗にする、ハサミあるし。もう一回ヘアアイロンつけ、これ嫌いなんだよね、これ。だってさ、ちょっと前の前髪多分さ、え、これな気がする、ちょっと前の、ちょっと前の前髪、あ、これはな、言い過ぎか、え、でも多分切られてないところがあるから、え、結構切ったんですから、2センチぐらい切ったんだ前髪自分で。ほら、これと比べたら2センチもこの前切ったんですね、私。2センチも切ってた。ってなるとさ、あのみんなが菅原も自分の美女が良かった、あの斜め前髪できる？
あーギリ全然できそう全然できそう、全然できそうで安心した。静電気すごいんだけど、なんでっていうぐらい静電気が、こんにちは。こんにちはと言って帰る皆さん、こんにちは。こんにちはだけ言って帰ってしまう皆さん、こんにちは。いいんじゃない？今横毛もあれ来てる、ターン。こんにちはだけ昼飯食ってるね、悲しい。一緒に会話しながら昼飯食べましょうよ。いいのかしら。今日たまたま入れただけで、毎回こんな早くに劇場に入れるわけじゃないですよ。エンディングス。今横毛の確認してるから。いいんじゃない。あ、13日連続だって。いいですね。13日連続で1ヶ月毎日アイドルなれたらいいよね。あやことかってまだ続いてんのかな。1年ぐらいやってるよね。でもそうなると毎日アイドル、アイドルになる前横にあった
ない気がする。パッツンだった気がする。あやかもう2年なの、すごいね。おにぎりとカップラーメン食べました。最近セブンのカンジャンケジャン、ちょっと忘れちゃったの名前、なんか最近好き、最近ハマってるセブンのおにぎりがあるんですけど、なんかケジャン、ケジャンみたいな、ケジャン、ケジャン、ケジャンみたいな、ケジャンみたいな、ケジャン、ケジャン、ケジャン、あのあのおにぎりにハマってます。そう、カニのやつ。え、嘘、見ない？ちょっと前はさ見てたのに、もういないのかな。最近いなくなっちゃった。あれが好きです最近は。だがもうないのかな。カンジャンケジャンのおにぎりで合ってんのかな。あれ期間限定だったの。もう一個ぐらい食べとけばよかった。こんにちは、おはようございます。今自分の顔見て眺めてる。 Beautiful, thank you。 目の前にある鏡、スガール、スガールだよ。目の前にある鏡ずっと眺めてる。自分可愛いなってこの笑い方してるしね、可愛くないっすよね。本当にさ、本当にさ、本当にさ、ほのとさ一緒にさ、もう本当笑い方どうにかしようみたいな、あの本当大きく大きく笑うのやめようって、あ、上向いて笑うのもやめようみたいな話したから、鼻で笑うのもちょっと一個入れときたいと思います。鼻で笑うの良くないと思うんだよね。だから鼻で笑うのも卒業したいなって。確かに大笑いしてもいいから、口を手で押さえたらいいのか。あはははは、オッケーオッケーオッケー、これがいいかもね。どうどう、どうどうどう、まだまださ、まださ、いいんじゃない？こんな大笑いして、あ、ごめんなさい。こんな大笑いしても、充電器、かわいいでしょ。まやちゃんってついてる。かわいいな。でもさ、そのさ、大笑いした後にさ、いつも気づくんだよね。あ、禁止したやつだって。禁止したやつだ。ってなる。そう、ドライチの、だから
いただいたお土産です。リップクリームでも塗ろうかね。リップって色つけちゃおうかな。汚いかもしれない。なんかなくなりそうでなくならない。なくなりそうでなくならない。なくなりそうでなくならないこのリップ。使い切りたい。うるさいって言われそう。下に溜まってほしくてずっとガンガンしてた。いい音。でもまだちょっと全然あります。こんにちは、こんにちは。なんか今日も1時間やって終わっちゃいそう。ちゃんと食べ物買ってから来ればよかったって後悔してますわ。でさ、あと2ヶ月ぐらいでこれ使うわ。毎日使ったら2ヶ月ぐらい、あと1ヶ月で終わりたいかな。願望。なんかショールームってなんでこんな時差あるんだろう。前までここまで時差なかったはずなのに。何回に行くのもちょっとだるくなってきた。どうせ後で外出ないといけないから。嘘だけど。確かにマック行こうかな。ブーン。セントラルパークで昼休憩、夜は行こうよ。いいね。劇場フラット食べに。劇場来たらもうあんま基本外出ないかも。やっほーん、やっほーん。誰もいないですよ。なんかダメや。やば、なんかちょっと喋ってきて、ちょっとこれで血糖値が上がってるのかわかんないけど眠くなってきた。眠くなってきちゃったよ。みんなとおしゃべりして、みんなとおしゃべりして、この食べ飲んだこのやつを
バイバイします。血糖値が上がって力が出ない。今、歯の噛み合わせ見てた。歯ぎしりしてるだろうなっていう、はいや、どうやって歯ぎしりしてるんだろうっていう噛み合わせを見てました。